県内では、今日新型コロナウイルスの感染者が新たに496人発表されました。まん延防止等重点措置が適用されてから2週間。県は、感染者数の伸び率が落ちてきているとして、一定程度の効果は出ているとしています。今日感染が発表された496人の内訳です。新潟市で222人、長岡市で87人、 柴田市で24人などとなっています学校や福祉施設などで新たな集団感染が確認されています第六波に直面し県内にまん延防止等重点措置が適用されてから今日で2週間となります